はい、というわけで浜松の新幹線区間にいますね。こちら東京方面ね、はい、サムが先ほど紹介したのはあっちがこっちからだね、こっちからね。これで注意したじゃなくて、こんなに注意しないと今頃ふんけねってふん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 叩いて、あえて警備員もやってますからね。すごいね、年代物のピアノ。そう、ピアノあるんやな。すごいね、ピアノあるんだ。この方が、おお、ロシア。音楽大学で、ね、すごいね。大変寒かったのはここの区間ですね。はい、ここね。あんまりするとまだトラブルだ。そうね。まあこういうのは新幹線。ほんで浜松から降りたら次は名古屋、そして岐阜足場ね。で新大阪って基準ね。はい、っていうのはね、まあちょっとまごろっこしいと思うけど、自由席っていうのは。あんまり時間ないんで、私も簡単に説明しよう。まあ最近ね、ここに書いてあるんやって、この上にね、これを見てください。ほんでもうさっき東京方面こっちから来たから、ね、こっちから来るんや。俺も乗ったことあるね。おお、分かるからね。ほんで俺ね、本来ならもっともっと、ほんでこれが東京駅で、浜松じゃなくてさっき名古屋から運転車して、このまま調子ね、このまま静岡に行ったっていう状況ね。ほんでこれこういうことね。ほんで1号車がこうなね、もう新幹線特集実況中継でね、まあ、こういうことですね。まあ皆さん、よう各駅ってあるけどあんまり見ないね。例えばまあ京都の方やったら、この京都っていう停車駅っていう名前を、ね、見ないとダメです。本当にあとはトラブルやりねんね。まあなた、これ違いますよ、ね、俺名前あれは改札口の不都合でこうなった。皆さんこういう風に時間を見てください。そう最近みんなそう、俺も分からなくなってきたもん。そう、コロナの逆に言うと時間見た方がいいよ。時間は見た方がいいよ。俺も投稿する際もう時間書いてるやん。一体いつかいつ時期書いたのかもう分からんね。分からんな、過去遡って書かないと分からない。そういうことですね。まあこっち側なんで、もっと後ろにね、もう早めに終わらせたいんやね。まあこういうことでいろいろ、皆さんも遅れたらもう新幹線持っていかん、まあ、最低でも1万3万円ほどは持っていってください。はい、この方がここのスポンサーね。一応どうな、最高顧問秀原さんからね、群像さん、いろいろ最高顧問いいですね。はい、これも今どういったらいいかね、静岡駅じゃなくて、多分おそらく小田原から一旦止まって、これから名古屋に直通だと思います。多分間違いない。ほんで、まあ、構図は大体、ね、いつも私もこうやって通過してるね、東京から新大阪ね、そういうことですね。要は俺、滋賀県前原にぴったりやってる。ほんと、いや、マイナンバーかしら、これは住所、新しい住所先の住民票もらってくれば手続きできるんや。このこと、免許証も逆に言うと、その前原系変更届けできるんや。最後のパスポートは2020年10月1日以降はもう変更不要ってなったんや。もう、よどんな名字、そういう時しか
しないといけないし、そういう風にそんなもんですよ。この防犯カメラの全方位についてね、換算か、こういうことね、こういう技術が発展して、ここにスポンサーが、ね、我々がここの、ね、浜松駅株主ですって、公言合弁会社ですってはっきり言ってね、そう合弁会社ですこと、こういうことですね。結構私、ね、結構こういうとこ好きなんでね、ここも残念ながら時短営業通知受けたの、静岡県知事が通知を受けて、もう、ね、通知を受けて今はこういう状態ですね。こういうことですね、残念ながらこういうことですね。もう対策練ってる証拠です。なんで都市部多いんか、本当に多いんかで、ね、皆さん、よ、俺も行こうかとか、遠いかとか、そういうかとか、なくす方いるやん。まあ、気をつけてくれ、そういう悪質な経営金。そう、皆さん、領収書もらっとけ、よ、チャージ機にあるな、これ見せれば、そう、絶対、絶対証明書になるから、そうです。しつこかったらもう言え、本社に電話せよ、もう駅じゃなくて、ただ、で、ここへ行ったら JR 東海の名古屋本社に、直接、電話しろ、お客さん。苦情だぜ、いいんや、苦情出しちゃって、別に何も犯罪じゃないから、何も犯罪じゃないから、サービス悪かったんだけど、苦情出していいんや、当たり前や当然や、あ、こういうこと、昔の人はこうやって苦情出し、最近悪質なのはこういうこと、いじめ目的でわざとやってるっていうのは現実です。そういうこと、もうちょっと時間ないんで失礼します。それじゃ。